はい、2月生まれのお友達おめでとうございます。皆さん、テレビのニュースを見ていますか？どんなニュースが今一番か分かります？あー、よく知ってる子いたね。コロナウイルスっていう悪い病気が、そう、いっぱいある、流行ってきちゃったんだって。子供はなかなかかからないみたいなんですけど、それでもまだ油断はできません。それから今年は少ないんだけど、この時期インフルエンザって聞いたことある？ねえ、インフルエンザにも注意をしなければいけません。コロナウイルス、インフルエンザからかからないために何が一番いいと思います？あー、みんなよく知ってますね。手洗いが必要だそうです。皆さん、ちゃんと手洗いしてますか？してる？こうやってピピってやって終わりにしてない？ちゃんとした手洗い、きちんとした手洗いのやり方っていうのがあるんです。やってみます？じゃあまず手のひら、舞台のお友達ね、ちょっとそれ持ってるからね、なかなかできないかもしれないけれども、ちょっと真似してください。手のひらをこういうふうにこすり合わせます。まずね、傷つけて石鹸をつけるんですよ。石鹸をつけて手のひら、はい、バイ菌がついているのは手のひらだけではありません。手の、今度は手の甲、甲っていうの裏側ね、ここを両方、こう両方よーく石鹸で洗ってください。それからさっき言ったね、指の間はこういうふうに指を交差させて、それでギューって洗ってください。よーく洗うんですよ、指の間ね。それだけですか？あとは、そう、手首、ここね、ここにもバイ菌がつくそうです。手首をよーくこうやって洗ってください。まだありますか？そう、親指がね、なかなか洗いづらいんですって。親指はこうやって握って、キュッ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 って両方よーく洗うんですよ。さて、もう一つあります。あー、知ってる子いるね。指の先になって、そこは手のひらに指の先を立てて、キュッ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 、両方洗うんですよ。で、よく洗ってください。洗ったら、そう、ちゃんとお水で流して、その後、もう、うがいも大事ですけど、ピピってこういうとこ触って、それで、うん、お指舐めたりしたら、せっかく手洗いしたのに、またここに、そう、バイ菌とかウイルスがついてるかもしれません。それ指に入れちゃったら病気になっちゃうよね。だから、手を洗ったらできるだけベタベタ触らないように、そして指を加えたり、お口の中に手を入れたりしちゃうとかかっちゃいます。あとはお鼻ほじったりしてもかかっちゃうんだって。お鼻からかかっちゃうんだってね、そういうことよく注意してください。それとね、もう一つ大切なことがあるんです。病気に今度は負けない力、そう、人間には病気に負けない力を持っているんです。だからコロナウイルスにかかった人でもすごく重くなっちゃう人もいるし、軽くなっちゃう人もいます。
なんでなのかって今いろんな人が研究してますけど、一つには体が丈夫かどうかっていうのがあるそうです。で、皆さんが普段から丈夫でいるために必要なことを3つありましたね。ピンポン、さすが。もう一回みんなで言ってみましょうか。せーの、早寝早起き朝ごはん、皆さん守ってますか？はい、これをきちんと守って、そしてちょっとでも具合が悪いなと思ったらば、無理をしないでお家の人や先生に言ってくださいね。そして風邪をうつさないように、うつらないように、そして風邪に負けないように、皆さんもう少しの間ですから健康に注意してください。はい、じゃあ2月までのお友達おめでとうございます。園長先生のお話終わりです。